私もだよ。でも本当に楽しかったよ。むしろちょっとはしゃぎすぎちゃった。ごめんね、一人で舞い上がっちゃって。星名くんへのご褒美になったかな。そっかそっか、ならよかった、安心したよ。そう、もしそう見えたのなら今日は特別かな。憧れていたことができたからね。星名くんと過ごした今日一日が特別なんだよ。言わせないでよ、恥ずかしいな。私はずっとこうしてデートをしてみたいと思ってたんだよね。誘えば一緒に来てくれるかもしれないけど、特に仲良くない男の子と出かけるのはちょっとね。会話を無理に広げようと変に空回ったりして気を使っちゃうとお互いに楽しくないでしょ。やっぱりデートは楽しくないと。だからデートの相手は選びたいかな。あくまでいい意味でだよ。気兼ねない関係とかそういうつもりだからね。星名くんといるとなんだかホッとするんだよね。やっぱり変かな。こんなことに憧れるなんて、ビッチだと思っちゃう？それは、経験したことがないからって言ったら変かな。別に、誰でもいいから付き合いたいとか、そういうことじゃないの。単純に、デートっていう行為に興味があって、どんな気持ちになるのか知りたくて。本当に？適当に話を合わそうとしてない？別に変だと思うなら正直に言ってくれていいんだよ。え？あ、恥ずかしい話。そんな突然性癖を告白されても、お姉さん困っちゃうんだけど。